麦島城は、熊本県八代四国郡にあった安土、桃山時代から江戸時代の城。2014年3月18日、本城跡と古六城跡、八代城跡とを合わせ、八代城跡群の名称で、国の史跡に指定された。1588年、日後に入部した小西幸長は、重臣、小西幸重に命じて熊川の北岸に、 新しい八代城,城を築城させた。この城が、現在麦島城跡と呼ばれている城である。なお、当時はまだ前川の改作が行われておらず、麦島城の北側は大きな入り江となっており、中世以来の貿易港でありと与富秀吉の直轄港であった、特府地図が設けられ、海上交通の要所であった。麦島城は単なる小西市の市場だけではなく、 南蛮貿易の拠点、豊臣政権下における有力城郭として機能したと考えられる。1600年関ヶ原の戦いでは、城代、小西光景が守る宇都城と連携し、来襲した加藤清正の軍と戦ったが、西軍が本戦で敗北したため、キリスト教徒であった城代松里は、木内の者たちを救うために、麦島城を開城し、本人は薩摩に移った。 麦島城は戦後加藤市の市場となり、1612年上代、加藤正方を派遣して支配した。加藤市は、肥後加藤領における城郭網再編成の一環として麦島城を改修し、規模の拡大を図った。その規模は近年の本発掘調査によって、本丸東西部分で130メートル、本丸西側の二の丸を含めると東西400メートル、 本丸西側に面する、外堀の幅は50メートルを測る。その後、大阪夏の神保の原画の一国一条例に、際しても、加藤良は、本城熊本城と、四条八代城の二条体制が特別に許された。1619年、大地震によって、城は倒壊したと伝えられている。しかし、麦島城時代に認められた一国二条体制は、継続され、 1621年に、麦島城北側の松江の地に、新しい八代城が竣工した。したがって、麦島城時代に一国二条体制が認められて、いなければ、現在の八代城跡は存在しなかった可能性がある。平成に入って、開発に伴う麦島城跡の本発掘調査が行われ、小西行長時代の本丸石垣、商店主が発掘された。 本丸石垣の発掘作業特に小西時代の商店主においては、金箔社地瓦、文録、慶長の役の際に、高吉二年中秋作り、明敵水瓦、同じく、朝鮮半島から持ち帰ってきた、一万暦十二年、明敵水瓦などが出土した。近年、立命館大学教授の交渉流と食法器、上郭研究会の山内敦氏の調査によって、 高吉二年中秋作り、明敵水瓦の同伴資料が、富山博物館に収蔵されていることが分かり、富山のあずま来話城出土資料と同伴であることが確認された。これにより、小西幸長が文録の役の際に、富山から敵水瓦と利長瓦を持ち帰って、麦島城で使用したことが改めて裏付けられた。同時に、 琉球を除く日本列島へ敵水瓦がもたらされた景気が文録の役であることが確認されたとともに、日本にもたらされた敵水瓦が元来使用されていた場所も特定し得ることが証明された。先の高渉流と山内厚氏の調査において、長崎県津島市の木岩木跡で見つかった敵水瓦も文録の役の際に富山から持ち帰ったものであったことが確認された。 高吉二年中秋作り、明敵水河原と、一万戸読み十二年明敵水河原なお、加藤時代の本丸石垣等も出土したが、八代城追記に際して、大半の石材が持ち出されていた。また、二の丸東側に面する外堀から地震で、倒壊したと考えられている、平櫓の部材が組まれた状態で出土した。これは、日本考古学史上において、 奈良県桜井市の山田寺石東回廊の一部が出土した時以来の例である。麦島城跡で見つかった平櫓には土地用語や鉄砲狭間などが残されており、壁は鉄砲の弾の貫通を防ぐため、竹小米の中に丸つぶ手や瓦片が詰められていた。見つかった建築部材麦島城は廃城後に破却、埋められたので、城石を確認することはできない。 特に昭和40年代以降、城跡は、市街地下が進み、地表面観察で直接城跡の移行を確認することはできない。しかし、城跡を丹念に散策すると、地形の高低差や従前からの道路位置などから、城跡の範囲を大まかに把握することは可能である。天守台跡は麦島地区で、最も標高が高いので容易に場所を確認することができるが、天守台の石垣や、 天守の祖先などを見ることはできない。麦島城の発掘を契機に城石を訪れる見学者が増えたため、2008年頃から見学者の便宜を図るために天守台跡の整備が行われるようになり、城外から石灰石を持ち込んで城石の雰囲気を演出するようになった。現在、天守台跡で散見される石材は、いずれも麦島城の天守台石垣とは関係のないものである。 他に、麦島城の概要を説明するために、写真付きの説明板が設置された。また、八代市、シルバーワークプラザ小城館の1階ロビーでは、建設工事前に見つかった石垣を見学することができる。ありがとうございます。